麻雀スタジオ。上級トンプーです。最近後でちゃんとまとめ動画としてまとめようと思うんですが、 MJ と天保に関しては結構ストックが溜まりやすくて、もう1回打つとタタタッと2つ3つ動画撮れるんで、あと何か読みシリーズみたいに何を撮ろうかなとか、どんな風な図を書こうかなとか、どんな順番で動画撮っていこうかなみたいな、こう構想いらないので、打とうと思ったら今打てちゃうので結構本数が進みがちなんですが、最近スケジュール設定という動画のアップロード方法を使っていて、1日1本ずつ、 MJ に関しては午後6時、天保は午後8時、自動的に1日1本ずつアップロードが開始されるような設定にしています。天保と MJ を毎回見てくれてる人のために、後で動画として最近アップロード方法を変えたので、 MJ は6時、天保は8時に公開されるような、まあ、仕組みにしてますと。ちょっと動画でも作ってみようかなと。じゃないとなんかわかんないんで、スーワン、ドラのスーワン持ってきてタイヤをつけたいですね。ただ9番、この6球1もあるんで、なかなか、まあ、数ワン引いてくれるとタイヤオの可能性プラスドラ1個と。で、捨て牌見ると上注意ですね。ドラも切ってきている。ソーズの本位付け、もう一つ二つピンで出てきたら、ちょっとこの上のリーチ気になりますね。なんだろう、ソーズの本位には見えるけど、ちょっと謎ですね。ドラも切ってきてるんで、まあ普通に考えてソーズの本位なんですが、これは手が悪いな。カンちゃんの面、まあ123の3色見えますけど、17回積もってペンちゃんを3回引くってちょっと可能性として薄いんで、この1局はちょっともう2巡目で 60% 折り気味って感じですかね。もし運がよく3ワン3増3ピンなんか引いてきたら、まあ、ちゃんたとかで攻めようかなと。それ以外は別に上がる価値もないと思うんで、3色ドラ1まで手が伸びれば、あらら、親はタイヤをドラドラか。ちょっと折り気味なのに親に地位させてるんで、ただ地位を防ぐって難しいですよね。相手が明らかな本位でも狙ってれば別ですけど、ちょっとウーソーは地位される可能性あるんで、自分の手を進めるっていうより泣かせない、地位させないような打ち方をしたいなと。神茶の大変なとこですよね。かといって自敗もポンされる可能性とか考えると、あと全てポンされる可能性あるということを考えると、
完全にシャットアウトは無理ですね。親の現物ですら地位とかされることはあり得るんで。まあただこの曲はもともと上がる気あんまないし上がれないだろうと思って打ってるんで、こんな打ち回しを今してます。まあ麻雀は4人でやるゲームなんで、CP は大丈夫な気がしたんですけど、もうちょっとこの1曲はちょっと捨てますね。トーンは大丈夫と。まあ、ただ3フールをしたってことで他の人からリーチ来たら親が直接振り込む可能性が高いわけで、必ずしもナイスチートは言えないですね。タイヤを、まあちょっとこれはまあ心の中で少しすいませんと。ただ手がいいですね。これはかなり高ハイパイが来て、何から切っていいのか分かんないですね。まあ直感に頼るか、何から切っていいか分かんないんで、パーピン切っても OK、 パスを切っても OK、 3ワン切ってもまあ単葉確定の OK、直感で3ワンです。単葉をドラ1を確定して進めたい。あとウーソー持ってきて3ピン持ってきてって感じですかね。まあ OK で6チッパイーシャンテンなんで、タイヤを3、あ2ピンドラですね、ちょっと間違えました。パーピン入りです。今のドラは見てたはずなんですが、6チッパに釣られて数ピン切っちゃいました。ちょっとこれミスですね。今ウーピンなんか引いてくるようだと、まあミスしたから上がれな、これは痛い。ただもう一回数ピン持ってくるってこともあるわけで、まあ一回恨めたからといってそこを全拒否するんじゃなくて、ただ今 G1 持ってきたらもうさすがに振り手には取らないですね。スーピン3枚切れたんで、残り1枚のスーピンよりはウーソー赤ウーとか持ってきて、まあタンヤオでちょっと この1曲はまあ明らかなミスがあったんで、ちょっと集中力不足ですね。まあ、マンズがドラ含みの2つの両面になるんで、他で1面、まあこの辺で1面つと、この辺で1面つと、まあドラ含みじゃなくてもいいペイコー型になっちゃいましたけど、まあ予想通り、予想っていうか予定通り2つの両面になったんで、まあよしと。で右は想図の陳逸本逸ですね、明らかに。なのでできれば想図抱えて、あれ小さく切れましたね。
だこれ。ちょっとここはリーチしてあげたいですね。その民間はダメだよっていう。で後継のイーシャンテン、タイヤを飲みでいいんでリーチしたいですね。意味のない民間は自分にドラ1枚乗せる可能性ありますけど、相手にドラ2枚乗せるんで不利になるんだよと。エンタンピン、イーペーコー、まあ、これはいらないな。いや相当後継のイーシャンテンでもテンパらないわけがない手牌なんですけど、テンパんないですね。もう次の何積もってもテンパになるんで、20以内にはもうテンパになって当たり前の形なんですが、もうかれこれ3、4巡テンパらない。今ちょっとこっちでリーチ、メンタンピン、ドラドラ、裏が2枚乗るかな。まあ、積もきたいですね。サブロッソはみんな使いそうなんで、あんまり出てくる気配がしないですね。あー、裏めったかーというより、何かノベタンの方がいいっていう直感が働いた人は、会心の積もですね。こうなると民間しちゃった方困るんですよね。相手に裏ドラ2枚乗るんでもう攻めれないと。かといってでも自分が民間したんで、なんか他積もられると他の2人にすいませんみたいな。エンタンピンツもドラッサン、オーラス親なんでまだまだ突き放すチャンス。こんな点差であの逃げようと思うと絶対逆転されるんで、まあでも何のみとかでもこの形なら人泣き天敗何のみ両面待ちぐらいだったら何泣きますけど、できれば面前でリーチしたいですね。今何が出ても泣かないです。なんとなく両面リーチをしたいんで、何が出てもポンはしないけど、あ、この形か。いや、まだしないですね。今何が出てもポンしない。上はトンをポン、親がドラ切ってきている。C1 なんか引くと何をポンで天敗ので3つの両面なんなくと両面両面のイーシャンテン。まあちょっとは形が良くなりましたけど、メンタンピンまで伸びる可能性はありますね。これん3つ
通、想像の一通か。まあ、イーソーリャンズオサンズはもう切らないですね。自敗の可能性はシャアアンコっていう、あ、シャアは2枚切れてる。いや、1通しかないですね。自敗はない。ただ1通だと先手の気がするんですよね。この順目で先手の上がりしないだろうと。それで面単ピンが見えてきた。あとは3つの両面を埋めていくだけで、ああ、これはいい。ヤンゾーが出てきた。イーソーか三蔵待ちですね。ああ、でも手の中に1通が完成してドラ短期っていうのもあり得るか。私も面単ピン3色見える手なんで、ちょっと押していきたいですね。まあ一応イーシャンテン、イーソーと三蔵はき、あ、三蔵切ってきた。ってことはイーソー待ち、イーソー待ちかな。それとも手の中に123のソーズ完成していて短期待ちかな。ちょっと分かんないですね。まあ、ただ一番困る、親の連チャンされて、ただ今までもこれからもですけど、段位目指すってことはやっぱり、まあ、トップを取る麻雀なんですが、それだと別に誰がやっても一緒なんで、あれこれ当たる当たんないは置いといて、あれこれ読みながら打つと、そういうスタイルを、まあ、今までもこれからもやっていきたいと。実際何も読まないで自分の手だけ見てリーチされても知らないと、リーチされても相手の捨て牌見ないで自分の都合だけで打った方が結果的に上がれるっていうのはありますけど、結果で麻雀言っちゃうともうただの運ゲーになるんで、やっぱり読みを働かせたり予想をしたり、ちゃんと理由付けができる読みを語ったりしたいです。人なきイーシャンテンか。まあ ポンもありだな。これポンしてからシャンポンがりん、あ、ポンしたらスーピンか。ちょっとその間は余計ですね。私の相撲も最悪ですね。1球しか流し漫画やってるわけじゃないんですけど、まあ、単野をのみと。もうちょっと待ちが良くなったらリーチですね。ローピン引いてリーチしたいですね。ローピン引いてリーチ。これは E ピンはもう3枚切れてるんで、数ピン片上がりの両面待ちには取らないですね。それだったらローピン引いてくるとか、チーピン引いてくるとか、3ピン引いてくるとか、そっちの方が正解だと思います。上がな、上チュン、上急走ポンで6チッパチーなんで、まあ自敗ですね。自敗、なんだろう、白初、初かな、初、あ、初も、え、上役ないんじゃないですかね。でスッチーピン、
いやでもちょっとこれあいいどうしようかな。ちょっと上の役が上の役わかんないですね。自敗はもうないんで手の中で6チッパできてるとかそういうのかな。ちょっと上の役を上の手牌ですね、手牌ちょっと覗いてみたい気がしますね。でチャンタですね、チャンタ崩れでも OK。 まあちゃんと崩れましたね、まあ、ピンフだけでもいいですし、3ピンと3ワンでメンツ作って、あちょっとドラ必要じゃない、点数の高さいらない場なんで、ちょっとパーソーギリだな今の。3ワンはくっつくな。で会心のツモしてくれたんで数ピンから引いてピンフのみと、ピンフ赤サブロッソーから引いたらリーチはしないな。このぐらいの点差で親がリーチって直撃のチャンスを相手に与えてるみたいなもんなんで、右は一応は初本位かな、ピンズのこの9ピンをチーするようだと初本位ですね。あそれ欲しい、まあマンズはいらなそう。あれピンズ出てきた、かといってソーズもイーソーしか切れてないんで、まあ、マンズは安心そうですね。ソーズはイーソーだっけ、まあ一応ピンズ本線ですね。本位かは分かんないんですがピンズ待ち、ウッパーピンスッチーピンってとこですね。ウッパーピンスッチーピン待ちもうテンパイだと思っています。でまあ差し子になればいいですね。私もウーワン引い、あウーワン切ってますね自分でウーワン切ってますね。あでもその時はマンツ123だったからしょうがないか。まあ、もう一回ウーワン引いてきて差し子にしたいか、ピンズを両面にしてピンフで上がりたい。いやちょっと折りよローワンわかんないですね。ちょっとこのリーチにローワン一発はちょっとやりすぎなんじゃないかなと思ったんで、あ、出した、出た。あ、結果通ってましたね、ローワン。メンピンツモ。まあ、2茶キープの上がりかな。2茶に逆転の上がりかな。まあ自分の手が羽マンぐらい届かないと判断して先手も差がない3茶の人がいるので、2茶キープのでリーチすれば一発もの裏位置みたいな一撃逆転もあるんでリーチしたって感じですね。あれがダマでピンフのみだと明らかに2茶キープの上がりですが、1茶も見てたリーチですね。
一曲でありました。ちょっと長くなりましたけれども、いつも、動画見てくれてありがとうございます。またMJ と天皇のスケジュールに関してはまた動画作ってみたいと思うんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。